時代は14世紀頃、ここにある、元という国では、お金が少なくなってきました。そこで、元は交渉という紙幣をすることにしました。しかし、たくさん刷ってしまったので、経済が混乱してしまいました。そんな元に不満を持ったベクレン教という考えを信じる者たちは、赤い頭巾をかぶって、黄金の乱という反乱を起こしました。この反乱で、貧しい農民出身の朱元璋という人物が活躍しました。そんな朱元璋は、この辺りに仁という国を作り、国の中心地をここにある、南京という場所にしました。そして朱元璋は王様になり、光武帝と名乗りました。一方で、仁に追い出された元はこの辺りに、北辺という国を作りました。そんな頃、ここにある、日本という国では、鎌倉幕府という国を仕切っているところがなくなったので、国が不安定になりました。こうして日本の近くの海では、倭寇と呼ばれる海賊行為を行う者が現れました。倭寇はここにある、高麗という国にやってきました。お前たちの金品をよこすんだ。そんな時、李成桂という人物が現れ、倭寇を倒しました。卑怯者はどっか行くんだ。こうして国民からの信頼を集めた李成桂は、王様になって朝鮮王朝を作ったのです。